はい、どうも皆さんお世話になっております。YouTuber 平本です。ということで今日はですね、全球先生に、ご来店いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。先生、先日行われました、はい、ね、カンタールの塩止め、うん、ありがとうございました。お疲れ様でした。いや、すっごい盛り上がったね。ねえ、あんなに盛り上がって思ってなかったけど、すごい盛り上がってました。各先生もね、皆さん演奏できたしね。そうなんですよ。交流ができてよかったよね。本当本当、僕も東京ではね、もう5年ぶりの主催だったんですか。うん、主催だって、ね、でこね、1年ぐらい前ですよね、うん、来てもらって、うん、ちょっと やりたいんだけどっていう話で、うん、まあ、実現させてもらったわけですよね。で、本当にみんなこうオカリナ好きというかカンタール好きの人が集まってて、で結構ね、初めて呼んだ人もいるんですよ、先生でも。あ、そうです。神野先生なんかは多分、そう、神野先生ね、初めてだし、中久喜先生ってちょっと初めてだし、初めて見ました。うん、あとは若手で小田と桑原という、その、あの、さしてます。うん、だからそういう意味でね、あの、なかなか神野先生なんかも上手ですよね。すごいよね。ね、なんかあの、難しい、あの、なんていうか、音色がなんていうか、立ってていいよね。そうそうそう、だから音色抜群に、あの人綺麗なんだよね。綺麗ですね。うん、方がね、独特だよね。うん、で、先生にもね、あの4団体、ご参加していただいて、うん、もうみんな東京のさ、至るとこじゃん、三茶があり、そう、ね、三茶、ね、三茶と品川、品川と二子玉川、二子玉と、あとどこだっけ、世田谷、世田谷で、すごいこう、もう、ど真ん中みたいな感じですけど ね。どうでした、その反応っていうのは。いや、もうね、瀬戸さんも実はね、ああいうのは久しぶりなんですよ。あ、そうですか。で、まあね、なかなか発表会、まあ、小さくはやってたんだけど、ああやって、で、カンタレさんがやってくださったから、いやいや、とんでもない。で、まあ、本当になんか楽しくて、他の、なかなか同じ楽器なんだけど、先生が違うの見たことないじゃない。そうだね、うん、で結構会場もいい感じで、そうだったんで、いや、最初見た時、あれやばい、ちっちゃいと思って、でもね、なんかあの熱気はね、あ、すごかったよね。いや、だから、あの、言ってたのが、先生がここにいて、ほぼここで見れたじゃない。そうすごい、なんか息遣いすごい。で、そういう意味での、そのなんていうのかな、サロンコンサートは、サロンコンサートのね、良さっていうのがあるかなっていう感じで、あれは良かったです。ね、ありがとうございます。指揮してても真後ろにいるから、いや、本当だよね、ちょっとしたら当たっちゃうぐらいで。でもね、逆にお客さんの反応が見えて良かったです。あ、なるほど。指揮してても、なんか、あの、ため、とか、もう、ね、ああいうのがね、なんかね、ライブがあって。そうだよね、もうすぐだからね、そのリアクションもね。素晴らしかった。で、あとはその、ちょっとね、今回は直接やったんですけども、あの、ミニレッスンがね、すごく良かったという人もいたんですよ。 そうですか。ああやって、そのアンサンブルのね、もう本当に10分ぐらいでしたけど、その3世に分かれてるところの吹き方っていうのを、特に先生っていうのは内声からそのバスを吹くのって得意じゃないですか、そういうのすごくためになったと思って、そうですか、これもやっていきたいなというふうに思ってるんですけど、今年先生なんと還暦を迎えるということで、赤いちゃんちゃんこじゃないですか。いやどうですか、もうさ、俺実感どうですか。だからさ、コトさんもなったら分かると思うけど、いや60、自分、昔さ、小さい頃ってさ、60でもおじいちゃんだったよね。それが自分がなってみるとさ、そう、ちょっとショックで、いや、あれ、俺もう60みたいな。いや、だから僕もさ、もうアラフィフなのよ。そうだよね。アラフィフになっちゃうから、うわーと思って。だってそのうちの半分は簡単ですからね、付き合ってるからね。長い間、本当に。やっと迎えられたので、いや、本当ですね。本当に今年は、オカリナ生活も大体30年ぐらいだし、で、自分のスタジオなので、で、ちょっと記念なこともね、やろうと思います。で、例えばこう核となるそのコンサートっていうのはありますか。はい、ね、誕生日が9月なんで、ちょうど60歳になるので、60歳ジャストが9月、はい、うん、で9月の28日に、9月28日土曜日、はい、東京の清井町の清井ホールで、素敵なホールじゃないですか、ソロリサイタル、あら、記念してやります。いやー、ぜひ皆さん来てください。これは行かないといけませんね。まあ、そうね、いやいやいや、もう長谷さんじますよね。あのね、後でデータかなんかでね、こちら載せておきます、ね、あの角の音楽事務所でよろしいですかね。あの、こう載っけておきますね、こちらの、まだ前もうちょっとですね、もうちょっとね、もうちょっと、あの、ぜひ、ね、そこはまずあるんだということをね、頭痛いてぜひぜひよろしくお願いしますということでね、これからもぜひ電気先生と共に、まあ、東京でまたちょっとちらほらちょっとやりたいなと思っておりますので、ぜひ、その時がありました、よろしくお願いします。ありがとうございます。